皆さんこんにちは、乃木画家です。今回はトレース台のレビュー動画となります。トレース台というと主体の裏側から光を透過させることで写真を描くことができ、ライトボックスとも言われています。イラストを描く以外にも文字の清書や書道の練習とかで使われてます。今回ご紹介するトレース台のメーカーはガオモンという、液タブ、ペンタブ、その他関連アクセサリーなどお絵描きツールに関連する製品を販売しているブランドです。そんなガオモンさんからトレース台のレビュー動画の作成依頼があり、サンプルとしてこちらのトレース台をご提供いただきました。でガオモン担当者の方からは商品の良い点、悪い点を含めて公平な評価をしてほしいと言われてますので、忖度抜きにして正直な感想をレビューしていこうと思います。でトレース台っていうのは3000円前後の格安のものから1万円以上する高額なものまで様々です。ガオモンの A3 のトレース台は約6000円で、だいたい中間くらいかやや高めの価格帯かと思います。僕はこれまで3000円台の格安トレース台を持ってて、これで十分満足してました。こちらの商品は Amazon でズバ抜けて評価数が多く、大人気モデルの詳細というメーカーのものです。こちらの現在の販売価格は約4000円ということで、今回レビューするガオモンのトレース台より2000円ほど安いです。せっかく今回商品レビューをするので、6000円もするトレース台が格安モデルと機能面、デザイン性などでどれぐらい差があるのかも比較していきたいと思います。価格差でどのモデルを買おうか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。では早速開封していきます。ガオモンのトレース台は Amazon で200件ほどレビューがあったので、一通り目を通してみたんですけど、薄くて軽くて使いやすいといった高評価が比較的多かったです。ただ一部のコメントで、光のちらつきがあるとか、光量が足りず暗い、また板が反っているといったものもあったので、その辺も確認していこうと思います。はい、こちらが本体です。全体的に作りがしっかりしてて高級感があります。持ってみた感じ、詳細と比べるとやや重みを感じます。詳細が 565g、 ガオモンは 938g でした。やっぱり結構重たいですね。また詳細と比べると若干厚みを感じます。左側がガオモン、右側が詳細です。最近では厚みが 4mm 台のものがメジャーな中、ガオモンの厚みは 6mm ということで 2mm ほど厚みがあります。ガオモン製のトレース台の最大の特徴として、裏面がカッターマットになっています。1台2役ということで、日頃カッターマットをよく使う方は便利だと思います。通常のカッターマットってちょっとゴムっぽい感じがすると思うんですけど、この表面の質感はプラスチックに近くて、表面にグリッドが印刷されているような感じです。四隅に厚みが1ミリくらいの滑り止め防止用のゴムマットが貼り付けられています。で一方、詳細も裏面にゴムマットを貼り付けるようになってて、確かこれはゴムマットが付属されてて自分で好きな位置に貼り付けた覚えがあります。周囲の辺も四隅の角も滑らかなので、手を置いても引っかかりが少ないです。詳細は若干角が尖っているので、個人的にはガオモンの方が角の引っかかりが少ないように感じます。 Amazon のレビューにもありましたが、本体が反っているということはなかったです。こちらが付属のケーブルです。端子の種類はマイクロ USB で、個人的には Type-C がありがたかったです。ケーブルしか付属してないので、こちらのようなアダプターは皆さんでご準備していただかないといけないのでご注意ください。ちなみにパソコンとかモバイルバッテリーからの給電も可能だそうです。電源はタッチパネル式になっており、1回押すとオン、もう一度押すとオフになります。で長押しすることで明るさを無段階に調節することができます。また一度電源を切っても前回の明るさを記憶しているので、自動でその前の明るさになります。タッチパネルの感度について、左側がガオモンなんですけど、結構いい感じです。的確にスイッチのオンオフができます。で一方、右側がこちら詳細なんですけど、詳細もタッチパネル式ではあるんですけど、結構感度が悪くて反応しないことが多々あります。肝心の明るさですが、個人的には十分かなと思います。 Amazon のレビューにあったような光のちらつきも感じられないです。どれくらいの濃さのものがどれくらいまで透けるかについて、こちらの用紙を用いて簡単にテストしてみます。まずはコピー用紙からです。当然ですが、こちらは全ての濃さが全く問題なく透過しています。次に一般的な剣塗紙です。
今回 KM 経験都市です。こちらも全く問題なく透過してます。少し厚みのある水彩紙、今回はウォーターフォードホワイトの細めの 300g/m² だと3番4番5番あたりは問題なく透けてるんですけど、一番薄いものについては境界線あたりが結構透過しづらくなってきている印象です。ガオモンと詳細で明るさを比較してみます。それぞれホームページに明るさが記載されていました。ガオモンは850カンデラパー平方メートルで、詳細は710カンデラパー平方メートルということなので、数値上ではガオモンの方がわずかに明るいですね。ただ実際に見た感じ、詳細の方が明るく感じます。左がガオモン、右が詳細です。動画だとちょっと分かりにくいですかね。今全く同じスマホをそれぞれ置いてるんですけど、右の詳細の方が眩しくて、スマホの輪郭が光で飛んで見えますよね。映像だと分かりにくいんですけど、肉眼で直接見ると詳細の方が結構明るく見えます。ガオモンの最大の特徴であるカッターマットについては、あくまでも僕の個人的な感想ですが、むしろトレース台とカッターマットを一緒にしないでほしいと感じました。というのも、鉛筆画、色鉛筆画、水彩画などを描かれているアナログ絵師さんなら激しく同意していただけると思うんですけど、作業スペースってめちゃくちゃ汚れませんか？特に机が非常に汚れます。絵を描いていると鉛筆の黒鉛とか色鉛筆の顔料がゴリゴリ削れていって机の上に散乱します。こういった細かい粒子って知らない間にいろいろなところに付着してて、気づいたら紙が汚れているといったことがよくあります。しかも紙に一旦付着するとなかなか取れません。机と長時間密着してたり、頻繁に表面を裏返したりした後に大事な作品などをこのカッターマットの上で切るのには少し抵抗があります。毎回カッターマットを拭けばいいのかもしれないんですけど、面倒ですし、マットの色が濃いので汚れが見えにくいです。なので鉛筆、色鉛筆画をよく描く僕にとっては、カッターマットとトレース台はむしろ分けてほしいですね。ただ例えば文字の清書をする方や切り絵をする方、あまり汚れが気にならないようなものをカッターマットで切る方にとっては問題ありませんし、あっていい機能なのかなとも感じます。ということでまとめです。ガオモン製のトレース台はトレースするのには全くストレスなく使えました。 Amazon の一部のレビューにあったような光のちらつきがあるとか、板が反っているというようなこともなかったですし、光量が足りず暗いという意見に対しても僕は十分な明るさがあると感じました。6000円するガオモンのトレース台と約4000円の格安トレース台を比較した結果、やはり若干ガオモン製の方が作りがしっかりしててやや高級感がありました。ただ明るさについては詳細の方が明るかったです。最後にトレース台の選び方なんですけど、トレース台って板を光らせるだけの非常にシンプルな製品なので、製品によってそこまで差はないのかなと思います。光量の調節の段階数の違いとか、外枠のフレームの薄さ、あとは若干の明るさの違いなどがあるかもしれませんが、どの製品を買ってもトレースの機能自体にそこまで大きな性能差はないように思います。金額差による選び方の違いというのは、トレースの機能以外の部分でどこまで付加価値を追求するかということになるのかなと思います。例えば斜めに傾けられるようなスタンドが付属しているものは1万円以上するものもあります。今回のガオモンの場合だと、多少の厚みや重さは犠牲にしてでも、あるいは格安製品よりも2000円程度高くなってもいいから、カッターマットが付属されたトレース台が欲しいという方はぜひおすすめの商品だと思いますし、一方で最低限の性能があればいいという場合は格安トレース台で十分です。台を傾けて描きたい場合などはある程度の厚みが必要ですし、重みがある方が安定して滑りにくく描けますので、そういったことを求める方はガオモン製、逆に頻繁に持ち運ぶ場合や少しでも薄い方がいいなら詳細といった選び方もありだと思います。あと今回比較してみて感じたんですけど、商品説明欄に記載されている明るさの基準ですね、これは計測の方法によって結構変わってくると思うので、数値だけをあまり信じすぎない方がいいのかなと思いました。数千円するトレース台っていうのは決して安くはないですし、たくさんあってもかさばるので、なるべく失敗したくないですよね。トレース台選びに迷ったらぜひこの動画を参考にしてみてください。